こんにちは、ハレリアの高野です。どうも、ハレリアの富澤です。ハレリアコンバット2、第6回ミドルスクールをお送りしたいと思います。ミドルスクールっていうのはオールドスクールとモダンの間、旧枠のカードが使える。基本セットは4班から7班、エキスパンションはアイスエイジからオンスロートブロック。新枠になる前のカードですね。新枠、ミラディンから新枠が変わったんで、そのカードは使えない。使えない。ポータルシリーズ、ポータル1、2とポータル3、ボックス、アンソロジー、バトルロイヤル、ビートダウン、今でいうデュエルデッキみたいな特殊セットも使える。ああ、なるほど。収録されてるカードも使える。エクステンデッドみたいな感じですかね。エクステンデッド、昔のエクステンデッドに近いカード。どういうカードが強かったですか、ね、昔のカードと、例えば最下とか、はいはいはい、今もいてゴブリンとか、あ、昔最強と言われたクリーチャーだとマスティコとか。あ、なるほど。変異種とかも強かったですね。変異種 も青のフィニッシャーのテーマ。あとオースが使えるんですよ、このオースが。このカードヴィンテージでも、あとはヴィンテージでも活躍するオースとかサバイバルっていうカードがリーダー。ネクロポーテンですね、もう使える。ネクロポーテン、強力なエンチャントがいる。そうですね、なんか使ってました、そのクリーチャー当時。昔だとやっぱりサイカトグが最強のクリーチャーと言われて、サイカトグを愛用してた。ああ、ハリー出る前ですもんね。神前ハリーが出た時はサイカトグが死んだと。それまでは最強のクリーチャー、楽しみのボールかサイカトグ。オースは禁止でしたもんね。オースは途中で禁止になる。ネクロももちろん使えない。ネクロもその早い段階で禁止。じゃあそれらがあるエクステンデッドみたいな感じ。その時期のエクステンデッドとサイカトグ出てからの後期エクステンデッド、はいはい、じゃあ合わせたような環境ってことですよね。ゴブリンラッキーも使えるんですよね。ラッキーも使える。ラッキーも禁止でしたよね。ラッキーもそう、途中で禁止。じゃあ早速対戦していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。12、はい、強い。はい。先手いただきます。はい、どうぞ。えが、このまま7枚。このまま7枚です。強いんじゃないですか、これ。かなり理想的なんで。これ。初動をさばいて、攻撃も除去して、こう、フィニッシャー、最強の。一瞬で勝っちゃいそうなんですよ、これ。じゃあ、始めます。はい、お願いします。島を置いて、ターン終了です。はい、お願いします。じゃあラッキーは、ラッキー禁止カードですね。これは禁止、エクステンデッドで禁止されてたほどのカード、トーストを当ててしまう。フォーススパイクで、あとなると途端にヤバくなったような気がしますね。楽しみをターンもらってはい、ドローします。じゃあポリンテックゼルタで終わりです。はい、じゃあターンもらってドローします。これはちょっと雲行きが怪しいですね。フェッチ切って山を持ってきます。いやー、ラッキー通ってるわな。ラッキーが通ると後続のクリーチャーを展開力が倍になった上でカウンターできないっていう。マナコスト無視ですからね、こいつ。とんでもないか。じゃあ1マナでモムファナティック出ました。じゃあ2体目は2体目もう出ました。はい、じゃあ弾終了です。3弾もらってドローします。はい、これで出るだけで、ライブが19、はい、まさかもう出るんですか、もしかして。もう出る。はい、サイカトブプレス。はい、出ました。これが最強のクリーチャーと呼ばれたサイカトブ。墓地のカード2枚を追放すると、プラス1プラス1、手札を捨てるとプラス1プラス1。要はめっちゃでかいってことですよね。すぐでかくなる。ドロースペルと相性がいい。じゃあターンもらいます。ドローします。これはやばいですね。これかなり最下等が立ってるだけで普通のクリーチャーはアタックできない。墓地のカードでポンプアップしちゃう。実質何も使わずに一応こっち置いて眠る意味はあまりなさそうなんでターン終了します。ターンタップドローします。こっち置いて、終了です。はい、じゃあ3もらいます。ドローします。厳しい。不毛の大地2枚目。2枚目、はい、モックスダイヤモンド。モックスダイヤモンド、どうぞ。
じゃあ捨てます、はい、いやーフォーススパイク見てると出しづらいけど、でも下手をすると会心死ぬ可能性があるので、フライングコマンダー通りました。あ、通った。ウィントー君が3体これターンが返ってくれば割とゲームになりそうなんだけどな。で、エンドで、エンドにも直感をプレイします。直感、同じ好きなカード一応3枚、3枚ただ、まあ同じカード持ってこられるんですよね、このカード定番のカードがあるので、うん、蓄積した知識3枚、レガシーのミラクルとかに入ってたりするやつですよね。今のレガシーなんですから、これを直感から持ってきて、はい、2枚墓地に落ちるんで1枚目で3ドロー、はい、1回目から3ドローできます。強いな。ターンもあります。はい、どうぞ。じゃあドローします。はい、このターンはこれで終了。お意外とゲームになるかも。が最下トップと盤面に睨みをしてるので、殴る、一応殴れはするけど、あんまり殴るとみたいな。エンドでルターンもらってどうします。お、まあまあ強い。ガングセットします。キングリーダー、リーダー、これは厳しいな。あまり、はい、消えました。ライフでもいっぱいありますもんね。19あるなら一応じゃあここでアタックしたいです。トークンをブロック、はい、じゃあこれね、ダメージスタックっていうのがですね、昔のルールだと戦闘に入ってダメージを与える前にまず一度ダメージをスタックに乗せてその後解決するっていう仕事なので、そうですね、まず1点のダメージをスタックに乗りました。はい、じゃあ解決前に何かあれば、解決前にじゃあこいつの能力を使ってここに2点を与えたいです。まず最下等でパンプアップします。はい、1回パンプアップして、はい、まあ、2-3 の状態です。そうです、ね、2-3 で2点食らってて1点ダメージしたくなって乗ってるんで、もう1パンプすると耐えられちゃいますね、はい、じゃあもう1回パンプアップ、はい、 OK です。じゃあダメージ解決したんで3点です。16エンドですね。ダメージ起動して、はい、153ドローですか。ここで先ほどの蓄積した知識で、はい、3ドロー、はい、強い。これがアドバンテージにもなり、最下得のパンプアップの種にもなる。確かに。でターンボーします。はい、どうぞ。さっさキップドロー、とハンドがいっぱいあるんです。セットランドして、はい、お、このまま大事でやっと仕事をできる。ターン終了です。はい、じゃあターンもらいます。はい、ドローします。はい、大事メインに不問の大事とこうかな。不問の大事を、はい、割られました。割られた。一応これも出しとこうかな。はい、出ました。じゃあコンバット帰りたい。はい、どうぞ。アタックで、じゃあ同様にグリーントークのブロックかな。はい、じゃあダメージスタック乗っけたい。乗りました。じゃあさっきと同じ2点。これは1回パンプアップして、もう1回パンプアップしなきゃいけないので、その前にファクトアフィクションを取ります。はい、はい、超強力ドロー、超強いんですよね。これ山札から5枚めくりで対戦相手が2つの山にも負けます。2枚目のファクトアフィクションがあるんですけど、1体目のサイカが出てくるのも嫌だし、2枚目のファクトアフィクションを与えるのも嫌だ。まあ、大体まずはその相手に渡したくない2枚を2つに分けて、でそこにどうおまけをつけるかっていうのが基本的なファクトアフィクションの考え方です。確かにね、こうしようかな。2枚目のサイカとかの方がいいかな。なるほど。じゃあ今打ち割られてしまったのもあり、ファクトアフィクションをもらいます。はい、3枚 OK です。手札3枚と墓地が2枚です。実質44修正ってことですか。実質44修正プラスもっとある。枚数的には6点。ああ、そっかそっか、捨てたことによって墓地からも増えるんで、歌詞の力、実質歌詞の力のようなところがあります。なるほど。であと1回パンプアップ必要なので1回パンプアップします。はい、じゃあ3点から12で、はい、ということで頭入ります。はい、スタッフアップキップドロー12で、ライフがいくつだっけ。1ライフフェッチ切ったんで19ですかね。そろそろ倒せそうか。
死ぬんか。いきなり再覚。いきなり死ぬんかですね。っていうのが、まだちょっと足りないかな。ディスカード。ディスカード、はい。ディスカードに入ります。はい、どうぞ。他のスペクター7枚。はい。じゃあターンもらいます。はい、ドラします。はい、お、結構強い。結構強いか。ん？一応軽減しておきますか。なるほど。ダメージを死ぬ可能性があるんで。で、相手のターンだとでかくなって意味ないから今打っちゃいます。6点は6点。じゃあスタッフでまずはアクトアフェクション。はい、はい、帳消しですねこれは。はい、モード前です。おーおお。カンニング一周。おお。はい、はい、じゃあ枚数が多い方向です。ここあ、なるほど。ダメージミッシュはいらないと。はい、はい、で、6点なので、はい、5回パンプアップしておいて、1、2、3、4、5回。はい、で、6段階だいぶ十分に。どうかな。エンドです。はい、で、ドロー、はい、一体あのクリーチャー一体にどれだけ時間を稼がれているのかっていう。で、終わり。終わり。まだちょっと倒せそうにない。ドローします。お、良くない。まあ、このデッキブラフあまり意味がないのでランドセットします。これも使えるし、コンバットここで4点でしょ。残り8だから、ここに6点6点が投げられると6点プラスオグバナで死んじゃうので、一体はブロックと。はい、というわけでスカークの投稿者をブロック。OK です。じゃあ一応ダメージスタックが乗って、一応サイカに投げとこう。サイカに投げる。そのスタックでアクトはリプション。はい、こちらを稼ぎます。はい、前今回はどうでもいいんじゃない。どう分けても3枚、こうかな。クリーチャーからなんだよね。やばいんだけど。3枚で取って、はい、OK です。じゃあ3点ですね。残り9。エンドで。で、エンドにルーパーです。 OK。 デッキがほとんどなくなってるよ。折れてますね。やった。はい、どうぞ。なんだか、なるほど。ちょっとそろそろいけるかな。ライフが19です。ライフが19ですね。足りないな。手札が足りないと。さっきからサイカートもかなり墓地を消費させられてるから、殴りに行くか。まず殴ります。まあ負ける恐れが普通にあるんで、まあブロックしたいです。ブロックされました。で、一応ダメージスタック乗っけて、これは本体かな。本体、はい。これ7。で、これに7中出して、で、終わり。頑張ります。ファンタス、はい、ドローです。はい、フルコーナーをこの前に。まずはクリーチャーか、クリーチャーかした後にまだ酔ってるんですか。2が酔ってる。2点1点、死にました。で、
ルーファー狩り。あー、除去持ってる。じゃあ1点かな。あれ、これ負けた。これは3点くらって、ここに3になって投げられる、負けてしまいました。次のデッキは青白ランドスティルです。こういった、ミシュラランドを出しながらスタンドスティルで場を固定するっていうと、あとは、まあ、ソープロとか神の怒りでコントロールしながらミシュラランドでフィニッシュするっていう青白コントロールデッキです。エフです。まあ、マナ家族からコンボはないんですけど、ここら辺のパンプエルフのチャンピオンとか、腕力魔導士かな、でもうフックから表になった時に2修正トランプルとかサイクリングした時にエルフが2修正を受けるっていうやつで、盤面にバッと展開して一気に殴り切るみたいなデッキですね。ではダイスロールからお願いします。8 7。先手いただいて、はい、じゃあ後手で、では弱めですが、一応まあこれを唱えれるかで使用します。まあ、土地がそもそも18とか17しか入ってないんで、まあキープしましょう。お願いします。お願いします。フェアリーの周回上たっぷりで終わります、はい、ドローします。森からランの絵を出して、フルオーナルのエルフをフォースオブウィルします。フォースオブウィル、はい、ライフ19です。じゃあエンドします。でアンタップしてドロー、島を置いて行き詰まり、はい、ミシュランドプラス行き詰まりという組み合わせでスタンドスティールというデッキです。ああ、なるほど、確かにもう唱えるしかないですからね、こっちは。こっちはじゃあ弾もらってドローします。でもまあしばらく見てようかな。ドローしてフェッチランドフィール、はい、18して、はい、リーチャー化して2点をタック、はい、はい、決めました。終わり、はい、どうします。ランドを置いてエンドします。あとをしてクリーチャーとして、はい、ドロー。じゃあもうそろそろ、はい、じゃあもう、はい、どうぞ。サードスティリングですね。スピードでは、ヤモアルが出ました。はい、クイドンレンジャーは、レンジャーが出ました。じゃあ能力を使って森を戻して対象のクリーチャーアンタップなんですけど、じゃあまず森を戻してランドスイッチし直したい。して3番からチャンピオンを取る。チャンピオンは出ました。じゃあ最後にもう1枚、もう1枚クリアに、はい、はい、でエンドします。じゃあターンを終了して、はい、これが表示者、はい、これでライブラリーからエンチャントかアーキャクトを探して持ってこれる、はい、そしてライブラリートップに置きます。で、クリーチャーデッキに対するエンチャントは全てのクリーチャー、これ確かあれですよね、ミシュランサイズ変わらないですよね。そうですね、ミシュランは、検挙がある状態から起動するとそのまま22、これの場合はフェアリーに修正しちゃったら認知を失わない、失わないな、失わないはず、飛行を持つになるんで。あ、なるほど、はい、OK です。はーい、ダタは入ります。突然厳しくなりましたね。能力もないですもんね。能力も失います。はい、ドローして、まあ、気を抜いて、じゃあ健康を取っていきます。はい、バニラです。メイン1、1クイーチャーになりました。はい、ターン終了です。ドローします。まあ殴るしかないんで、じゃあ4点で14ですね。じゃあもう全部出しちゃおうかな。これ木ってどうなります？変異は変異で11で何もない、何もない、表に出ることもできない。はい、
じゃあ、まあ、模倣する意味がないなら2マナでプレイします。あ、でもマナバーあるんでしたっけ。マナじゃあ、5マナ払出してプレイ、はい、残り3マナプレイ、はい、で、エンドします。はい、ドローします。はい、じゃあ、と、消えて8ラウンド決める。はい、どうぞ。13はい、全滅させて、全滅しました。からの、はい、じゃあ3のスキル、はい、それで終わります。これはきつい。飛ばします。お、一応1、1、2、3になる、2、3になる、大丈夫です。はい、じゃあドローして、ここは、5、3を終了します。はい、はい、なんだろう、まあ3の引かれ、まあ、とりあえずエンドで、じゃあエンドにフェッチランド、はい、12、11を振ってきて、はい、正義の命令を確認します。これあれですね、昭和の天使ですね。天使への願いですね、これは。この世界でサイクリングした時に X マナを払うと11の白の兵士クリーチャーを4体奪います。つまり、ワンドロー付きでエンド時4対1取得が、はい、で、サイクリングしただけなのでスタンドステージかかる。はい、オッケー。エンチャンでワンドローして1取得で、ターンを取ります。はい、アンタップ、アップキックドロー。はい、どうぞ。じゃあ、リーチャーがしたフェアリーの集会場と、はい、1取得で6点、6点、はい、取り6、6で、終わりです。はい、ドローします。負けました。ありがとうございます。ありがとうございました。さて、今回はミドルスクールの達成をお送りしましたが、いかがだったでしょうか。いや、最下得、負けちゃいましたけど。いや、いいデッキなんですけどね。いいデッキなんですよ、これは。ただ、ゴブリンがね、ちょっと青い敵が強すぎるっていう。マスカンしかないんで。そうなんですよね。バイエル以外、ほぼレガシーのリストですからね。クリーチャーの質はほぼレガシーです。そうですよね。ただ、バイエルがないっていうだけなんですよね、本当に。まあ、普段だったら最下飛ぶと強力なドローを組み合わさってパンニングウィッシュからシャドウリフトというブロックされなくなるインスタントを持ってきて大量パンプアップして一発で殴り殺すっていうデッキなんですけど、今回はゴブリンと間に合わず相性が悪い。ちょっと火力でね、ちょっと最下飛ぶのサイズを落としてみたいな感じになっちゃう。じゃあ3月30日にパレリアトーナメントセンターで、はい、ついにミドルスクールの大会が開かれるということで、レッツゴーミドルスクール、レッツゴーミドルスクールデラックス、僕も大家族で参戦しようと思って、じゃあ僕も出ます。はい、当日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで第6回パレリアコンバット2、ここで終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。